ちは。名寄市少年少女オーケストラコンサートミストレスの水野凛です。今日はバッハのメヌエットをやっていきます。バッハのメヌエットは南メソードの教本の 2A の6ページ7ページに載っています。この曲はバッハの曲なので3拍子を均等に刻むことがポイントです。あと気をつけることは、この曲はリピートが複雑なのでリハーサルの時に指揮者の話をしっかり聞いて本番では間違えないように気をつけましょう。それでは今回はリピートなしで最初から最後まで弾いてみましょう。嬉しいです。またいつか舞台でメヌエットを演奏できる日が来たら、その時は今よりももっともっと上手くなって舞台に上がれるように練習を頑張りましょう。コロナに負けるな。バイバーイ。